こんにちは、まれまれぴょんです。イエイイエイ。はい、ということで前回のですね、夏にお送りした廊下で焼肉動画が思いのほか好評いただいたので第2弾やりたいと思います。ありがとうございます。というわけなんですが、青汁が2つあるんですね今日。そしたらこの足、あ、マナーモードにしない無礼さも感じながらこうやってやってる。あ、もういいです。こんにちは。で、お邪魔します。失礼いたします。ケビオです。皆さん、こんにちは。こんにちは。ごめんなさい、私本当に。全然ですよ。母親も規格外なデカさなので、もう粗大ゴミみたいな感じなんです。ケビオさん、頑張って。あ、入れた。あ、入れた。はい、ということで今日ゲストの方お呼びしてます。ケビオさんでーす。こんにちは。お邪魔いたします。失礼いたします。あの、たまたま日本にいらっしゃるタイミングで遊ぶことができて、はい、よかったら動画一緒に撮りませんかという話をして、ミャオミャオ。ごめんなさい、近所の方大丈夫ですかね。ちょっとやばいから質感してもらえてます。だから僕はもともと大ファンだったんです。え、なんで？本当に大好きで、もうめちゃくちゃ見てて、本当に私の方が大好きだって。あの、はい、1個年上だし、私が高校生。え、そうなんですか？びっくりした。という形で、なんか私の家にお招きして、はい、焼肉動画を一緒に撮ることになりました。ありがとうございます。お邪魔しております。ありがとうございます。秋竹町ごめんなさい南秋のあ、天童よしみ。僕個人的に大好きなのは辛いやつを食べてるやつと、あとコーディネートをここで撮ってたじゃないですか。ありましたね。なんか僕勝手なんですけど、なんか僕本当に一ファンとして許せないのが、ベッドの前で撮影してるやつに対して棺桶っていうやつらみんなに言いたい。え、消すぞお前ら、本当に失礼。はい、あのペンです、私、丸山ペン韓国風に言うと丸山ペンで、カムバを待ってたんです。カムバ待ってた。だからもう全然カムバしない、逆カムバです。今日ごめんなさい、エンディングは長すぎた。あ、違う、エンディングじゃ。今日はもう私の大好きなキムチとニーハオご飯財前えのき、あ、かわいい、ちょっとお色味が増して、あと、まあ、ソーセージとか、はいですね。まああと肉がありますので、ちょっとずつ紹介していきます。はい、じゃあ乾杯でもしましょうか。はい、これ見てみんな、私ファンとして嬉しい。いただきます。はい、ぜひ緑化汁です。失礼いたします。ごめんなさい、私今日病気ある、肘ついて。みおくんが家に来るなんてな。こちらこそですよ、もう私パリスヒルトンの家来てる気分なんで、それぐらいもう大好きだったんです。言い過ぎだわ、いただくわ。あ、いいね、いただきます。先にキムチ食べれます？僕大好きです。よかった。いただきます。うん、おいしい。ごめんなさい、なんか全然相席や何も全然そんなことならないです。なんでかしら。いじっても大丈夫ですか？うん、多分もう絶好調に。じゃあ230度までしますね。あ、そっちが矢印か。あ、そうです。あ、間違えちゃった。あああああああごめんなさい、金ちゃんの方すいません。赤肉を調達させていただきました。まあ、視聴者の皆さんご覧ください、こちら本日特価235円となっております。丸山さん、いかがですか？本当は1100円しました。こちらのお電話で今すぐこの番組終了後にお電話していただいた方にプレゼントいたします。はい、なんと今では、今だと、こちらの青汁も付けさせていただいております。すごいね、お得なんですよね。はい、足がもうガタガタダダダダンダダダジャンジャジャジャンジャジャジャ、焼肉投入したら音がじゅんわじゅわからの油ボーンということよ。あんただいいね、めっちゃいい匂い。あー、熱い。てて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 てはあ、いかがでしょうか。うん、めちゃくちゃ柔らかくないですか。柔らかい、本当に。3、2、1、ヒビト。うん、あ、もちもち。で、これ食べるんですよ。
口の中で、ミャオン、あ、ミャオン、あ、ちょっと飛行機が通り過ぎるような感覚で、ね、いただきますよ。ミャオン、わかりますよ。わかります。ミャオン、あ、すごい、今 JAL のあのボーイング72とかですか。この間あその時に、ね、うん、言ったやつ、ウクライナ航空みたいな。インドネシア、あ、もう覚えてないんだ。さよなら。覚えてます。なんか、そんな3秒ぐらいで全部覚えてないんですか。渦巻き、ソーセージをいきます。なんかしゃべくりセブンってウィンナーだー、マンマンマンズク、マンマンマンズク、ウィンナー、マンマンマンズク、マンマンマンズク、ウィンナー。こちらのやり方では好きな感じで過ごしていただければ大丈夫です。はい、コース2時間制となってますのでお願いします。うん、貴重な、ちょっと過剰なこう求めるような行為とかちょっと遠慮させていただいてるので、そちらだけ、うん、皆さんお願いします。うんうんうん、あとは普通に楽しんでいただければ大丈夫です。持ち込みは、持ち込みは大丈夫ですよ。 ありがとうございます。はい、ぜひぜひ何でも大丈夫なんで。ありがとうございます。はい、じゃあ大丈夫そうですかね。はい、楽しんでます。はい、よかった。はい、よかったのかな。失礼しますね。どうぞ。このね、一人で焼肉とかも行かれるんですか。うん、一人では行かない。あ、熱い。ごめんなさい、すみません。なんかこう冷やして、はい、これで冷やして。ありがとうございます。いや、うん。うん、うん、なんかナノケアみたい、この煙出るから。あの、もう一個あるんですよ、お肉が。あ、ほんとだ。金額見て、1万55円。やばい。え、ほんとに1、10、100、1000万。え、ほんとですか。うん、なんか私の動画手伝ってくれてる指毛ぼうぼうくんっていう人がいるんですけど、はい、この人が買ってきた。え、僕1万円のお肉食べたことないです。私もない。多分ない、人生で。指毛ぼうぼう様、ありがとうございました。親指姫。あー、お客様、ウインナーいただきます。いただきます。ウインナー本当に大変お熱くなっておりますので、お客様お口の元をびっちょんびっちょんにしてからお食べになった方がよろしいかと思います。わかりました。はい、ヒーヒーふわふわソーセージ。痛い、これちょっと。この中にお医者様はいらっしゃいますでしょうか。お客様の中にお医者様はいらっしゃいますでしょうか。これ絶対全部食べれないですよ。ねえ、すごーい。これこそあれですよ。ごめんなさい、食べ物で遊ぶの良くないですけど。もしもし、私今渋谷に着いたんだけど、まるちゃんどこ。今ハチ公見えるよ。嘘。なんかごめん、私携帯最近買い替えたばっかりで全然電波なくて、ごめん。な、え、え、え、あ、あ、しよ、今ハチ公るよ。え、ピー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 、ダダダダダンダンダンダダダダダンダダ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 ダ。はい、ということで皆さんこんにちは、丸山チャンネルへようこそ。ということでね、私今日は廊下で焼肉してるんですけど、最近新しいカメラを買ったんですけど、なんかカメラの画角の使い方がよくわかんなくて、なんか目が映らないみたいな感じなんですけど、でもなんかこれもちょっとやらしくないですか。 ASMR っていうのが流行ってる感じで、なんか目が見えない美しい方が焼肉を焼くっていうのも、結構成人の男性にとってみたら美味しいネタというか美味しい YouTuber なのかなと思って今日もやっております。ということでですね、今お肉1万5000円の私のパトロンが買ってきてくれたんですけど、そんなこと言ったら怒られるわ。でもお肉買ってきていただいたんですけど、すごい、あ、美味しそうです。ただいま戻りました。お帰りなさいませ。姫、帰還でございます。え、本当に大丈夫ですか。うん、次の年号は丸山平成です。あ、僕わさび使いたい、うん、なんか戦が終わった感がすごいすごい静けさありますね。戦が終わった感が凄まじいや。あ、今のは僕は分かった。本当にごめんなさい。ありがとうございます。なんか私ほんまにバルちゃんのいつも後ろで見てて、なんかいつも頑張ってたんやん。なんか編集も、なんかこういうご飯とか作るのも動画のため視聴者のみんな待ってるって言って。そんなことない。だけどあいつのせいで。誰、あの男のせいよ。名前も言ってはいけない、あの人よ。
この人は関係ないわ。何分かったんですかこのくだり。分かんない。僕らなんかもう夢がない。ハリー・ポッター？でも視聴者の皆さん超置いてかれてる。刻まれたシワワって歌してます。チワワ？うん。シワ。あ、知らないですよ。刻まれたチワワ。シワ。シワ、あー。刻まれたシワワって聞こえた。そうそう、そうやって言ったの。じゃあこのお茶知ってますか？朝からちょっと運動を表参道。知らない。もう一回もう一回。朝からちょっと運動表参道赤信号。聞いたの？違うんですよ。マイケル・ジャクソンの歌知ってますこの歌。でで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 。あれが空耳アワードでタモさん、タモリさんがやられてるやつで、そう聞こえるんですよ。へぇー。朝からちょっと運動も甘とさんぞー、アクスインゴー。本日も丸山礼さんのチャンネルにご覧というか来ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。よかったらチャンネル登録、そして、Twitter、Instagram のフォロー、彼女毎日更新されてますので、そちらにもぜひ遊びに行っていただいて、気さくな可愛いを待ってます。はい。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ケビさん今日来てくれてありがとうございます。もちろんです。もういつまでも、はい、また日本に来た時遊んでください、ね、もちろんです。もしアメリカに来る機会があったら私がアメリカ連れますので、はい、来てください。では皆さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ケミヤくんでございました。マウヤミヤミヤピヤン。これ使っていいですよ。ありがとうございます。ミヤピヤンピヤン。マウヤミヤミヤピヤンピヤンです。アピヤンスピヤンス。はい、ありがとうございました。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。タッ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 タ、わかる？サザエさん、タマ、果物の中に挟まってるやつ。タッタッタッ。ありがとうございました。